僕のヴィランアカデミアラジオ、ありがとうヴィラン連合です。改めまして、信楽弔役内山聖輝です。どうも、さっきからちょっとだんだん眼鏡が曇り始めてまいりました。ダビ役下野博です。下野さんって目悪いんでしたっけ？くっそ悪いですね。コンタクトとか普段してなかったでしょ？してます。オフィシャルは日常的にはもう眼鏡が楽なんで。え？眼鏡楽じゃなくないですか？え、楽ですよ。コンタクトの方が楽でしょ。だっていつでも寝られるじゃん。いや、外せばいいじゃない、コンタクト。だってほら、昼寝のたんびにコンタクト外して外して。30分くらいだったら多分眼科の人も許してくれますよ。あと朝つける時間がちょっともったいないな。いやいやいやいいんだよ。分かった、正直に言うよ。酒飲んだ時につけっぱなしで寝る癖がついたから、メガネに変えたんだよ今。メガネにしたの。飲む前に外そうよ。無理だよ。なんでよ。だって飲み会とかさ、そういうの時にそんなちょっとごめんっつって、なんか家でも外でもそういう機会があるんだったらもう外して飲むでお願いしますよ。いや別にいいじゃない、個人の。いや、まあ確かに、ね、でしょ。それを言い出したらもう何でも個人の。いや、結果これが楽なんでね。そうですか。そうです。はい、さあということでね、早速ね、ゲストさんお待たせしてますよ。ごめんなさいね。本日のゲストにご登場いただきましょう。この方です。はい、こんにちは、とか姫子役の福江美里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいいですね、二人噛み合ってなさそうで、ギリギリ噛み合っててむしろ相性がいいんじゃないかなってなんかこう思わせるコンビ、いいですね。いや、こう見えても、はい、かなり昔からお会いしてお仕事付き合いがあって、すごい僕も高校生ぐらいから、そう、はい、お世話になってるんで、本当にまだね、そうですけど、そう、内山くんが嬉しいです。はい、嘘、下野さんトガ好きなんですか？トガちゃんいいじゃん。どこが？どこがなんだろうね。やっぱ普段さ、そのヴィランのメンバーたちとさ、うん、何気に会話してたりとかするところとか結構可愛いじゃない？なんか普通に可愛い時ありますよね。普通に可愛いじゃない。だけどこうやっぱりさ、自分の中で信念持ってたりとか、その戦闘になったりとかすると強かったりだけじゃなくてさ、うん、そのやっぱ自分なりの思いというか、心情という信念というか、そういうものを持ってるっていうのはなんかギャップがあってすごくいいなって。あ、出たギャップ。そうなの。嬉しい。ちょっと聞いてくださいよ、下野さん。この間取材があったんですよ、日和の。でちょうど内山くんも別室でやってて、はい、ちょっとパッて覗いた時に、今ちょうど戸賀のいいところ聞かれてて、内山くんが答えられなくて、めっちゃ漫画探りながら、戸賀のいいとこ、ないみたいなこと言って、そう、二人全然違う。それはね、ちょっと言い訳させてください。よし、いいだろう。さっきのさ、ラジオの3本撮りの話じゃないけどさ、うん、その日はもう取材をさ、うん、次から次へともうさ、何社取材来てくれただろうって言われて、もう枯渇したんだよね。なるほどね。もう何もなかった、もう枯れ果ててた頃だったと思いますよ。なるほど。そんな魅力がないなんてことはちゃんと聞きますけど、別に戸賀のいいとこ教えてくださいって毎回聞かれてたわけじゃないんじゃないですか。はい、まあ、そうじゃ、信楽中心ではありました。ですよね。そんな聞かないですよね。だから別にそんな、そんなリズムで違いますよね。なんで聞かれたんだっけな。とにかく出てこなかったんだよ ね。失礼な話ですよ。いやいやいや、取材が苦手なんだよ。恥ずかしがり屋さんなんだよ。あ、そっか。やっぱそういうのちょっとなんかまだそういうお年頃なんだよ。嘘だ、結構30超えて、もうそうだ、30超えたんだ。そうよ、31よ。30超えたのか。そりゃそうよ。やばい、溜まってる時が、いやいや、みんな一緒ですからね。いやいや、まあまあ俺は、まあ、まあ言うても40だから、プラス言ってるからね。言うても40だから、そういうこと。そうなんだけども、嘘、確かにな、大人だ。マジか。そうか。ずっとなんか大学生のイメージのまんまだからさ。いや、でもそうだよね。そうなるよね。そうだから、やっぱさ、その20代とか10代で会った子たちってさ、うん、20代ぐらいで止まってんだよね。止まっちゃいますよね。わかる。止まっちゃう。びっくり。声優さんってそういうとこ怖いよね。ちょっとわかんない。そうね。なんか本当に。下野さんも永遠の少年ですもん、私の中で。少年ではないけども。少年役はやるけどね。若いな。以上、春日井ガラスのことづけでした。いや、